ロキニャカ始まりました「ロキタニャカニャカニャカラジオ」ええもう20回超えてますけどいやすごいね <laughs> あれこれいつ始めたんだろうこのラジオそんなに前じゃないような記憶あるけど2か月いやそんなことないかさすがにあでもあれだえーチームラストコン AKB48 のチームラストコンの時にはもう始めてるってかああじゃあ,あれいこうか多分だから丸3か月ぐらいか ああ、いいですね。ちょうど3ヶ月ぐらい経ちまして。このラジオも。もうそうね、20何回目とか、なんかな多分23とかちょっとわかんないですけど、ええー、そのぐらい数えてきまして。いやね、まあ、早い、早いもんだなーって言えばいいのか、どう言えばいいのかわかんないけど、もう岡田里奈ちゃんの卒業から1ヶ月ほど経ちましたね。 早いんかな早いんかなどう、どうなんだろうわからないけど。いや、なんか不思議なもんでね。今、その、修士論文。大学院、東大の大学院通ってるから。で、今まだ東大っていう人なかったんだけど、その、大学院通ってるから。<laughs> 大学院通ってて、今年出るんですよ。大学院よ。で、まあ、大学院って、その、難しいよね。その、大学まず4年間あって、で、その上に2年間修士課程っていうのがあって。 で、まあ、多くの人はここで就職しに、で、大学出たりする、して、でもその上に3年間、博士課程がありますよ、という。そういう感じなんですよ。で、博士課程を、えー、出たら、もうその、大学教授、大学の教員として、就職活動ですね、っていう感じでして。で、まずその、ね、一段階目の修士課程を卒業するための修士論文を今、せっせっせっせと書いてて。いやー、だからなんかわかんないんだよな、修士。 論文書いてると時間の半額わかんなくなるっていうかこの1ヶ月が長かったんかどうかっていう判断もちょっとつかないけどうーんただまあねその里奈ちゃん忘れる時はなかったよねやっぱりさすがに毎日ぐらいさしてるもん今でもまあそれはまあよくはないんだけどそれはそうとしてさその <laughs> 趣旨論文を書いてる中でえー、っとちょっと前にねもう11月趣旨論文の提出が1月の えっと、一桁、五日とかかなで、もう、もうちょっとなのよ。あと一ヶ月も、一ヶ月半ぐらいか、多分。おいで、差し迫ってきて、で、その、修士論文の題目をね、タイトルを、この、訂正しなきゃいけなくて、それと一緒に、新路希望調査っていうのがあるのよ。博士課程行きますかとか、そういう話をしなきゃいけなくて、で、その中に、就職決まった人、あ、修士課程で出てる人は就職先決まりましたかとかっていう項目もあって,て、で、六ちゃんはその、博士課程行かないわけですよ。 福ちゃんは博士課程行かないから、まあ修士課程で出ますとで就職先はってあの欄、ー、にまあ、な,な,なんだろうななんか別に嘘を書いてもいいんだろうけどいい,いいんだろうっていうかまあ別にそれでもねその対象ことじゃないんだろうけどなんか悔しくてあの就職先のとかにお笑い芸人って書いてありましたねえー、本当に東大の <laughs> 経済学研究科から今年お笑い芸人に就職する人が一人いますと興味どう んだろう教務課その進路希望届け見てお笑い芸人就職先お笑い芸人って書いてきてる子いるけどここ東大だよねみたいなさ <laughs> 高校とか中学の進路希望調査じゃないの。いやー僕も悩みましたけど何て書いたらいいかでまあそういうこともあったこの1ヶ月ですよねそのりなちゃんの卒業から岡田りなさんの卒業からね私の推しメンの元 AKB48 のでちょっと、まあ、最近のりなちゃんの話とか最近の僕の話なんだけど まあ、りなちゃんは卒業、AKB 卒業して、えー、引退ってことになりまして。いや、今、だから俺、いや、自分でもなんだろう。こんだけの、のめり込めるアイドルって、いや、いなかったなっていうさ、実感があって、ずっと喋ってるけど、それはもちろん。でも、この1ヶ月な、なんて言うんだろう、それこそデータのただの入力、打ち込みとかってあったりすると、 なんかね、りなちゃんの昔の素材、音で聞きながら、やったりしちゃってるもんね。それはもちろんスーパーカードブラザーズのラジオも聞いてたりするんだけど、<laughs> なんかね、やっぱり,りなちゃんの声聞きたくなっちゃって、聞きちゃ、いちゃうよなぁ、なんか。うーん。難、うわ、これいつまで続くんだろうっていう。なんか、自分の感覚だと、その、やっぱアイドルやめちゃうと、 ね、ちょ、ちょっとな、何て言うんだろう、応援するっていう気持ちとさ、な,なんだろう、アイドルのその子が好きだったんっていう気も、好きだったんだっていう気持ちがこう、ないバズになっちゃってるっていうかさ、な,なんかわか、そうそう、それでこう、フェードアウトしていく感じで、ね、卒業公演終わってからも、こんなに、まだまだ興味あるアイドルってやっぱいなかったなと思う。あ、こうっていなかった、自分がね、興味持てるような子っていなかったなと思って。 いやーどんだけ人徳積んだらそういう人になれるんだろうってね。やっぱりなちゃんの偉大さをこう思い知ってるさい、1ヶ月だけどさ、ちょっとね、あの、動きがありまして、で、りなちゃんがね、いや、あれ、ちょっと前かな。卒業公演終わって、1週間ぐらいしたら、ね、新ビジュアルをこう見せてくれて、あの、インスタの方でね、りなちゃんのインスタの方で、方で、あのー、ね、りなちゃんの、 ね、なんか、ストーリーを更新してくれて、ストーリーズを更新してくれて、で、それは、なんか大人っぽい雰囲気のところで、あれ、なんだろう、わスパークリングワインみたいな感じなのかなわかんないけど、こう、お酒っぽいものを飲んでるりなちゃんを拝見させていただきまして、ああ、嬉しいと。まだりなちゃんの新ビジュアル、お画面の嬉しいなっていうことでいたんですよ。でもまあね、りなちゃんが喋ってるところを見れるわけじゃない。動いてるところを見れるわけじゃないし、あの、そ,そのぐらいなんだけど、 で、その、なん、なんて言うんだろう。この前。僕、その、AKB、やっぱ基本的に、えっと、おし、あの、AKB を応援したいっていう気持ちはすごいあって。AKB 全体を応援して、だから、できるだけメンバーとかも、できるだけフォローしてるのね、SNS で。で、そして、あのー、マジャリンっていうメンバーがいました。これ、リナちゃんとすごい仲良くて、卒業公演にもマジャリンも、いてっていう。で、卒業セレモニー、握手会の後の卒業セレモニーの時も、 マチャリンはね、あの、で、出てきてというか一緒にセレモニーに参加してっていう感じの子なんだけど、そのマチャリンの SNS で、マチャリンの、えー、誕生日会がね、12月の2何日にありますよ、という告知だったんですよ。で、その、えー、ゲストに、その、リナちゃんの、まあ、生誕祭かな生誕祭のゲストに、えー、ね、あの、ドラフトさん生の、 ただ、京香ちゃんと、岡田里奈さんが来ます、という告知があったんですよ。来月ですよ。来月の12月。え、里奈ちゃんが、まあ、生誕さんのゲストという扱いだけど、表舞台にと思って。めっちゃこう、嬉しくなるじゃないやっぱり。はぁ、あ、え、里奈ちゃんが、うわ、また里奈ちゃんのこと見れるんだと思う反面、やっぱこれは、なんて言うんだろう。 アイドルを応援する身としてのさ、さ、作法っていうかもちろんそれはあって、何かっていうと、これはあくまで、マチャリンのイベントなんですよ。マチャリンのね。もちろん僕マチャリンも好きですよ。大好き。もちろん、その、えー、っと、何年も前からコンサートで見たらメジャーをメンバーの一人です。マチャリンも。もちろん、可愛いし。ただ、今更ね、 今さらというかそういう話でもないんだけどこれマチャリンのイベントだってリナちゃんを見に行くイベントじゃないのよこれ分かります分かりますリナちゃんとタタキオカちゃんはゲストマチャリンとの生誕祭のためのゲストなんですよねだからここに今までマチャリンに対してえっとまあその程度の思い出しかないやつって入っちゃダメなんですよね絶対 そいつが一枠使っちゃダメなんだよ。岡田里奈ちゃん、ゲストの岡田里奈ちゃんを見たいやつが、一席使っちゃダメなんですよ。絶対に。で、その、ね、ゲストさんが、な、何んで言うんだろう、ゲストさんもいて集客になりますっていう人なら、まだしも、ど,どうだろうね、マチャリンがどうかはわかんないし、キャパもわかんないけど、ね、た、たそんなことないから。 これはねいや本当にりなちゃんのさ多分りなちゃんの何て言うんだろうその新ビジュアルそういうの見る機会って多分もうないのよねあのー、SNS も多分もう更新しないんじゃないかなと思うしだしそのね出てくるとしてもさもし表舞台っていうかこういうところに出てくるとしても多分今回みたいな まあ、マチャリンの生誕祭。まあ、ね、リナちゃんと京香ちゃん呼ぶくらいだから、え、ね、もしかしたらとかっても思うけど、だ、だしさ、えっと、もしかしたら卒業公演とかね、同期の卒業公演、まだね、卒業してない同期、えっと、ハーダンとか、ゆずかちゃんとか、あと、ちゃけとかね、大竹ひとみちゃんとかの卒業公演に、もしかしたら、あの、いるかもしれなくて、後で写真とか上がるかもしれない。けれどさ、 それって、りなちゃんを見に行っちゃいけないわけですよ。マチャリンの、その姿を見届けたい、マチャリンを応援してきた人たちがそこにいるべきで。ね、これは逆もそうでしたから、もちろん。あの、卒業公演の時も僕が、ね、りなちゃんを今まで応援してきた僕が、他のさ、メンバー見たい人もいっぱいいると思うのよ。ただ、その分、一席開けてもらった分で。いやー、ただね、そうは思ってんだよ。だから、僕はそのイベントにいくらりなちゃん好きでも行っちゃいけないとは思ってんだよ。 ただねーこれがねーやっぱりねーオタク。<laughs> オタクですねえ。だしそんなに簡単じゃないと思うよ。撮るのもそもそも,そもチケット。いやーめちゃくちゃ生きてーオタク倫理無理して。リナちゃんの新ビジュアル見てーいや、葛藤ですよ。マチャにあげてくんねえかな、写真。それだけでもなー拝めたらいいしさ。 ただ、この行きたい気持ちを、その、毎日毎日、その、押さえつける日々ですよ。あの、12月の2日にね、えー、チケットの方が先着順で発売されるんですけど。いや、これ言っちゃあかんね、さすがに。いや、もう、葛藤というかさ、もう喋ることでさ、和らげるしかないというか。いや、だから、そうそう、岡田里奈ちゃんのことはもちろん好きだし、これからも好きだし、今もめっちゃ好きだけどー、マジャリンのイベントのゲストで来る岡田里奈ちゃんを見に行ってはいけないね。絶対。 あ、うん、それは、なんて言うんだろう。マチャリンを、やっぱ AKB を、AKB の、なんて言うんだ公共性みたいなところですよ。<laughs> AKB ね、メンバーいっぱいいるから、その中でいろんな人にファ、いろんなファンいるけど、その中での公共性みたいな話で。いや、これは自分がさ、いい思いをさせてもらったなっていう自覚はあるからこそ、まあそうね。あー、 いやー、正直投げたくはあったけど、というか、なんて言うんだろう、その、ね、行くためにトライとかはしてみたくはあったけど、でもまあ、そうね。いや、ちょっとこれは、うん、カットの末、ね、さ、さすがにそれはという、ところなんでね。いや、でもリアちゃんのなんかそういう動きが見れただけですごい嬉しいよね。そのマチャリンの、ね、今動いてる SNS にゲストで、 杏花、まあ、ちゃんと、杏、ま、花、あ、ちゃんも卒業してますから、杏花ちゃんと、えー、りなちゃんが来ますよっていう、その報告を受けただけでもう嬉しいですよ。あ、リナちゃん、マチャリンの生誕祭行くんだっていうだけで、本当に嬉しいんで。いや、できればマチャリンがね、SNS にりなちゃんの写真とか上げてくれればいいなとは思うんですけど、いや、まあまあ、まあ、これは。よし、というわけでね。いや、そうね、この思いはもう本当に、えー、ね、まあまあまあ、そのさ、一週間くらい経って余ってたら、 いや、そんなことないと思うけど、もちろん。一週間くらい経って先着順で。も、もし余ったら、ちょっと、い、行きたいな。さすがに。もうライブとかもね、いろいろキャンセルしたりしてでも行きたいかな。うん。でもまあ、それまではね。いや、もしかしたら何かあるのかもしんないし、やっぱこういう形でね、ゲストを呼ぶっていうことには。まあ、それもそれもさ。それ、それ、それだったらそれこそ。あのー。 マーチャーリンゴをずっとしてきたその大好きなファンのみんなにさあの送ってもらいたいしいやいやいや,いや本当にまあまたねこうやってステージ立ってくれるってだけですごい嬉しいですからいやありがとうございますそういうご報告をまた待ってますリアちゃんありがとうございますまあ聞いてないと思いますけどもちろんいやーでそれで <laughs> いや AKB の話したんでついでに AKB の話じゃないけどうーんあのー、そうね 福袋。お福袋。そう、毎年 AKB って福袋があるんだよ。福袋って。まあ、何入ってるかは決まってんだけど。<laughs> 何入ってるか決まってる福袋ね。最近あるでしょそういうの。まあね、高いんだけどな。あの、メンバー一人ずつあって、福袋って。一人分買うの一万なんぼするもんな。確か。<laughs> いや、なんか去年もそれこそ、トムさんと、あの、りなちゃんの、 福袋買ったんですよね。いや、まさかあの、リナちゃんの福袋、あれが最後になるとはマジで思わなかったな。今思ったら。で、今年も、ね、こ,この一週間のうちに販売開始してて。で、なんか、あ、もうそういう季節か。早い、早すぎる。<laughs> 年末あと、一週間じゃない、一週間ぐらいで、12月一年経つんだ。死んでしまうって。もう、こんなペースだったら。 いやだからね、AKB のその回り方、巡り方で季節性、季節は、あの、あーって思っちゃうもんな。ね、それこそ、あー、この時に、例えばさ、あのー、俺なんかね、その昭和の日からさ、ゴールデンウィークって始まるじゃない、大体。で、それ始まってくると、あの、ハマであったさ、AKB48 の、あの、な、な、なフェスか 春フェスみたいな感じのやつやったじゃん。あれとかもすごい昔、あ、もうこういう季節なんだ。あの時めちゃくちゃ寒かったけど今年あったかいなとかさ、思っちゃう。なんか AKB がその、人生の中にちゃんと食い込まれてるっていうさ、この恐ろしさあるよね。このさ、循環から果たして、あの、僕はその逸脱できるのかっていうさ、逸脱しなくてもいいんだけどもちろん。では、はあれ、みーちゃんの卒業コンサートの時期だったなとかさ、 ああ、ゆいはんの卒業コンサートの時期だったなとか、ちゃんとな、んか、体の中にその、あるもんな、そのバイオリズムっていうかさ、いや、恐ろしいよ。だから俺、毎年この時期思い出すと思うよ。この時期っていうか、10月31日は毎年思い出す。あー去年の今頃は、りナちゃんの卒業公演で、去年の今頃はりなちゃんの最後のコンサートで、去年の今頃はりなちゃんの、その最後の握手会でこんなこと言われたなって、毎年、い怖いって。<laughs> 怖すぎる。 なんかもうでもまあ婚約してよかったと思うけど本当にリナちゃん以外と結婚できないんじゃない <laughs> 毎年思い出すような女性がいる,いるやつ分かんないけどいやどうしてんだろうなそのおじさんたちはさあの現場にいる、まあ、全員とは言わないだろうけど結婚してる人もいる,いるだろうからさその推しが自分の生活の中にあるその推しの記念日とさ推しの誕生日とかとさ自分の奥さんの誕生日とか結婚記念日とかそれこ どういう配分になってんのかなってめちゃくちゃ思うというかさ。の、うーん、これが、だ俺だったら考えられるのは、あ、まあ、別にいいんだけど、結婚するからいいんだけど、例えばね、その、頭の中で考えられるのは、気上の空論として考えられるのは、その、忘れてくっていうパターンよな。うん、より大事なものができて、ね、恋人。ができて、で、その、おしとの記念日みたいなのをこう忘れてくっていうさ、 のあんのかなとは思うけどさ。でもあんだけいたらバリバリの <laughs>。現在、両方進行してる人も絶対いるじゃん。推しの記念日と、その奥さんとの、てか、恋人との記念日っていうかさ、まあ奥さんとの結婚。それはすごいよな、やっぱり。そこの住み分けできるかできないかってオタクとしての素質問われるというかさ。 おいや、めちゃくちゃ思うね。本当にに <laughs>。どう、聞いてみたいけど友達いないし、友達にもしたくないよなそこの人たち。<laughs> 絶対いい人だけど。絶対いい人たちみんな親切だけど。私親切だったし。だけど、なんかなやっぱ、そのライブ終わった後一緒に飲みに行くとかは絶対したくない。いや、したいんだけど、したくない。したく、したいんだけど、したくないっていうかさ。その感覚あるよないや、って思うな、この1ヶ月経って。 リアちゃんの卒業から早速1ヶ月だからなもうこの調子で俺なんか死んでくんだろうなああマジで頑張ろお笑いあそう<笑>お笑い頑張ると思いましたけどあのモータスライブっていうねライブを2枚付けてましてちょっとお笑いの話で終わりましょうモータスライブっていうライブに毎月出てましてね太田プロのあの先輩の芸人さんが主催してくれてる、まあ、めちゃくちゃピラミッドだってすっごい、まあ、レベルも高いし今今なんか特にねその何て言うんだろう その参加してる芸人も多い中で,でまあランクがあるんですよでまあ上位で毎月上位何組が上のまたランクにいけるみたいな感じでで DCBAS ってあっていやしおが初めてこの前ずっと C とか D いたんだけど初めて B 行けていやー楽しかったねほぼ1位みたいな3位を取ってねうんあのまあまあまあいいんだけどほぼ1位みたいな3位を取りまして いや、これもね、この、いりなちゃんの、卒業、公演というか、ね、りなちゃんからエールもらってからのこの1ヶ月、結構頑張ってるね、少年後は。結構頑張れてる感じがあるというか、まあ本当にりなちゃんのおかげなんだと思うんだけど。りなちゃんのおかげというか、りなちゃんのおかげで頑張れてるというか、感じだと思うんで。いやいや、ほんに。ぜひ来てください、このライブ。あ、このね、配信とか聞いてる人、ここまで聞いてる人いないと思うけど。ライブ来てくださいよ。 あのー、アイドルのライブだけじゃない面白さありますから、お笑いのライブにも。本当に本当に本当に。あの、ぜひ、あの、AKB のね、ファンの子聞いてんのかなわかんないけど。誰が聞いてんのかわかんないけどね。誰も聞いてないと思うけどね。そういえば。<laughs> ね、というわけで、稲ちゃんのね、いや、本当にマチャリンの卒業、あ、生誕祭か。卒業じゃないよ。生誕祭ね。生誕祭のゲスト、ナちゃん。いや、本当に嬉しいことではあるんですけど。まあ、ここはね、マチャリンファンのみんなに見届けてもらって、ナちゃんの姿も一緒に。 というわけでね。はい、ロキちゃんの決意でした。バイバイいゃー